ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーは C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。私は埼玉県川越市で美容室を経営しております篠崎正と言います。よろしくお願いします。なぜこんな自己紹介をしたかというと、今日話す内容的にもしかしたら新規の方が見ている可能性があるので自己紹介をさせていただきました。今日お話しする内容は冒頭に歌いましたように牧原敬之さんの逮捕の件についてでございます。実はですね、牧原敬之さんはこれ見てる方ね、若い方多いんですよ。このチャンネル見てる方は若い方が多いので、簡単に説明すると、牧原敬之さんは99年にですね、99年ってちょうどね20年前です。20年21年前なんですけど、21年前に元事務所の代表の方と一緒に覚醒剤を所持使用しているということでですね、一度逮捕されています。で、更生していろんな名曲を生み出してですね、さっきの「世界に一つだけの花」もその後にですねできたSMAPさんが歌った名曲ですよね。でその他にも、僕牧原敬之さん結構好きで、ベスト版も持ってるし、本当にね、声、特殊な声ですよね。特殊な声だと思うんです、ああいう声っていうのは。なのでですね、大好きなんですけれども、20年経って、1度目の逮捕から、覚醒剤の逮捕から20年経って今回また覚醒剤で逮捕されました。で僕が今回お話ししたいのはですね、結局のところ仲間なんですよ。結局1度目に逮捕されたその元事務所の代表の方が今回も逮捕されて、そこから牧原さんも逮捕に至ってるんですね。実はですね、その2018年にですね、その元代表の方が覚醒剤で逮捕された時に、牧原敬之さんと一緒にしてたのかよく分かりませんが、要するにお付き合いをしている関係だったということなんです。要するに同性愛者なわけですよね。で今別のパートナーがいらっしゃって幸せに暮らしているのかもしれないけれども、要するにそのずっと前に、その20年前に、悪いことを教えてもらったのか悪いことを教えてしまったのかよく分かんないけど、その2人でね、そういうことをやっていて逮捕されて、その後もですね、なんだかんだどういう関係だか分からないですよ。ずっとお付き合いをされていたパートナーなのかもしれないし、付き合ったり別れたりとかしてる腐れ縁なのかもしれないし、僕は分かりませんけれども、だけどその方とお付き合いが続いていて、お互いに薬物を求めてしまって、今回のこういう事件になってる、逮捕劇になってるわけですね。もしかしたら2人でやめよう、更生しようと思って生きてきたのかもしれないし、もしかしたらまた2人きりになれたねって言ってですね、そういう薬物を使用してたのかもしれないし、空気感はわからないですけども、結果的に更生できずにっつったらあれですけども、また薬剤に手を出すと。で僕が今日言いたいのはですね、結局仲間だろっていうことなんですよね。今回たまたま覚醒剤をされている元パートナーだか今現パートナーだか分かんないけど、その方とずっと消えない方がためにまた薬物に手を出しているっていうことになるんですけれども、同じようにもっともっと噛み砕いていけばですね、社会でもですね、仕事行きたくね、だり、なんで俺が次の客やんなきゃいけねえんだよ、めんどくせえ、なんなんだよみたいな人いますよね。実は僕もそういう人でした。一緒にずっとそういう文句を言いながら生きてきましたけど、ある時気がついたんですよ。それがね、結構遅かったけど、僕の場合30ぐらいかな、31ぐらいかなで気がついたんですよ。そういう風に見られてるのって嫌だなって思って、まず外見から変えようと思って、例えばタバコやめてみたりとか、タバコがダメだっていうわけじゃないですからね、タバコやめてみたりとか、いろんなことを変えていったんです。でその中で文句言うのをやめようと思ったんですよね。あとね、疲れてる、疲れたとか、疲れたとかっていうのもやめたんですよ。そしたらね、仲間が変わったんですね。長い目で見たらその時は変わんないですよ。その時は変わんないんですけど、その時に一緒に「はたり」って言ってたメンバーの中にいるのが心地悪くなってきたんです。自分が言わなくなったから。でそうするとですね、向こうもねなんかこう僕違うみたいな感じの空気感になってくるんですよ。それでそのメンバーとかとは徐々にこう仲悪いわけじゃないけど疎遠になってくるんですね。で向こうは向こうで、まあそれを悪く言う人もいるでしょうね、多分ね。あいつなんか違う感じになりやがったみたいなことを言うかもしれないけど、関係ないじゃんそんなこと。自分がいい方向に行ってるわけだからね。経営者になることができたんですよ。で経営者になるとですね、若い経営者同士でこうつるもうとするんですよね。でつるんでなんかやろうみたいな感じになっておかしくなってきた時があるんですよ。でやっぱそこからもなんか違うなと思って僕抜けてるんですよね。抜けてるっていうかなんか疎遠になってるんですよ、知らないうちに。でやっぱり同じ志を持っている他業種の方とかそういった方と付き合うようになってるんですね。だから仲間っていうのはですね、自分がやっぱりなんだかんだ言って求めてる仲間と一緒になってるんですね。だからさっき言った牧原さんなんかはやっぱりなんだかんだ言って、求めてるんですよ。薬物を求めてたのかもしれないし、快楽を求めてたのかもしれないし、僕は分からないですよ。快楽の先にもしかしたら薬物があったのかもしれないし、その空気感は分からない。だけど結果的には薬物に手を出してるメンバー、そういう仲間のところに結局は行ってしまったということなんですよね。逆の考えもありますよ。あの人を僕が更生させてあげようって思って一緒にいるっていう考えもあるかもしれないけど、それはなかなか難しいでしょうね。本当に人生その人に捧げるぐらいじゃないと多分更生できないと思うんですよね。そのくらい難しいことだと思います。だから自分がもしそういう立場になりたくない、そうじゃないな、やっぱこのメンバーとは違うな、ちょっと変わってきたぞと思ったらですね、やっぱり距離を置くべきだと思います。そういうふうにしてやっぱ自分もステップアップしてきたと思いますしね。で実はね、僕はその後にありがたいことにですね、世界一の奥さんを僕はもらうことができたわけですよ。でその世界一の奥さんをね見てて、常日頃僕は勉強になるなと思ってるんですけど、実はね2011年に僕らは引っ越して家を建てたんですね。でその周りは20何軒ある住宅街なんですけども、やっぱりですね、住宅を建てて今年で10年は経ってないけど8年と9年経つんですけど、やっぱりねトラブルあるんですよ。同じ年齢ぐらいの子供がいたりとかしてトラブルが出てくるんですけどね、うちの奥さんは一切関わらないですね。でどうやってそこから逃げてるのって言うとね、なんかその話を始めた時にって嫌な顔するっていうんですね。っていう感じで、でどう思うって言われても、私よくわかんないんだよねって言って終わりにするっていうんですね。そうするとそれをね、それは最初のその行動自体は勇気ある行動かもしれないけど、でも私ちょっと分かんないんだよねって言い続けると、その話をしなくなるんですよ。この人に話しても取り合ってくれないって思うんです。結局近所の文句とかを言う人っていうのは同情してもらいたいんですよ。そうよねって言って同情してもらいたいんです。だけど私ちょっとそれよく分かんないんだよね、そうなんだ、でも分かんないんだよねって言っとくとですね、同情してくれないから相手は話しなくなりますよね。そうするとその人とはこう仲間っていうか、こう取り込まれなくなるんですよ。取り込まれなくなるとそのトラブルしてるグループに入らないから、全くその近所トラブル関係なくなるんですね。だけどこっちのグループとも話もするし、こっちのグループとも話をするけども、その度に「そうなんだ、でもちょっと分かんないんだよね」「そうなんだ、でも私ちょっと分かんないんだよね」って言うと関係なくなっちゃうからね。もうこの人取り合ってくれないと思うから、入れば入るほど、そういうところに入れば入るほどおかしくなりますよ。で結局文句を言うメンバー、文句を言いながら生きていくメンバーに入っちゃいますよ。文句を言いながらダリーとかめんどくせえとか言いながら生きたいですが、絶対にいいことないですよ。やっぱり楽しくないことも楽しいって言って笑顔で乗り切れた方が絶対に楽しくやれるはずだしね。って考えると、仲間っていうのはその都度変わっていくものじゃないかなって思って、仲間が変わったりとか一人になったりとかすることも別におかしいことじゃないからっていうことを今日伝えたいなと思って動画にさせていただきました。それではですね、今日私は事務デーでございます。事務デーですよ。事務デーじゃないですよ、事務デーですよ。そんなわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。牧原さん好きな曲いっぱいあるんだけどな。遠く遠く離れていても僕のことがわかるようにとかね。さよなら。3219 最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。